先週大学公式野球部は、東都大学野球連盟に所属する、大学野球チーム。先週大学の学生によって構成されている。先週大学野球部九百二十五年創部。九百三十一年には古大学野球連盟の創設とともに加盟している。同年初めて開催された春季リーグ戦において、優勝するなど、リーグ創成期には、中央大学、 日本大学と三つどもへの接戦を繰り広げ、トートリーグ発展に大きく貢献した。1965年には AS 柴池博明の活躍で全日本大学野球選手権優勝。1970年代に入ると、駒沢大学、アジア大学、東洋大学等の新興大学の躍進により二部に降格することもあったが、リーグ屈指の古豪チームとしての意地を発揮し、 一部、優勝は32回とた大学を引き離している。長きにわたり上昇チームとしてあり続けたが、1989年、春季リーグにて、岡林洋一を要して優勝したのを最後に、新興の青山学院大学に押されてチームは低迷。1990年代以降は、一部と二部を往復する状態が続いた。2004年には、大学野球では、 初となる GM に、長谷高成大監督が就任。長谷公は2005年周期リーグ後に GM を退任し、監督業に専念。公認の GM には準公式野球部出身者の江崎、久志が就任した。チームは2006年周期で2部優勝、入れ替え戦で日大に2勝し、9期ぶりに1部昇格。2007年春季では1部再開に沈み、 入れ替え戦でも立正大学の前に敗れ、一期で二部に降格した。2009年から GM の江崎が監督を兼任し、就任直後の春季リーグでは二部優勝するなど、検討したが、一部復帰はならなかった。2011年から江崎は再び GM に専念し、公認の監督にコーチを務めていた前、文政芸大付属高校監督の高橋香流が就任。 2012年周期で二部優勝を果たし、入れ替え戦では、東洋を相手に2連勝し、12期ぶりに一部昇格した。しかし、翌2013年春期では一転して一部再開となり、拓殖大学との入れ替え戦にも敗れ、二部に降格。前回の一期で二部降格という屈辱を繰り返す、結果となってしまった。2013年周期限りで、高橋監督は退任。 2014年から、同大学 OB で JFE 東日本の監督を務めた斎藤正直が監督に就任。同監督は、社会人時代の人脈を活かし社会人の競合との練習試合を数多く行うなど、チーム全体のレベルアップに取り組み、同年秋季リーグで2部優勝を果たす。青山学院大学との入れ替え戦では2勝1敗と、接戦で制止。 4期ぶりの一部復帰となった。古豪復活へ向けたチーム作りを着実に行い、2015年、春季リーグにおいて、開幕6連勝とスタートダッシュに成功、結果的に52期ぶり32度目の優勝を成し遂げた。しかし、2017年の春季リーグにおいて6位となり、入れ替え戦にも敗れたため、二部降格となった。グラウンド、 合宿所神奈川県伊勢原市西富岡163カテゴリー専修大学公式野球部の選手を参照。ありがとうございます。